ました。よっしゃ。移籍後初ホームランということで、はい、今どういう心境でしょうか。いやもう嬉しいですね。はい、あのホームラン自体も2年ぶり、はい、そうなんですよね。去年打てなかったんで連続の記録が途絶えちゃったんですけど、まあまあまた一から仕切り直しというところでこれからも頑張っていきたいと思います。この2年間というところでは怪我もあって、はい、戦力外も経験してという期間でしたけど、はい、その期間というのはいかがですか、振り返ると。まあやっぱりアキレス腱の怪我っていうのは自分が思ってた以上に、うん、甘くなかったというか、去年が復帰1年目だったんですけどまあ当然やってやるぞって気持ちはあったんですけど、うん、まあ、体がついてこないっていうところはね、まあ、正直あったんで、まあ、今もね万全ではないですけど昨年に比べたらだいぶいいですし、はい、まあ、拾っていただいた球団なんでしっかり恩返しできるようにこれからも頑張っていきます。あの18年には20本を超えるホームランを打ったりというところで、はい、一つホームランというところも上田選手のこうイメージの中にあるのかなと思うんですけど、はい、また1本そうですね、まあ広いんでね球場があまり力むといい結果は出ないと思うんで、まあ、今日も決して狙ったわけではないんで、はい、まあ、自然に打ちに行った中で、ホームランが出ていけばなっていう感じで思ってます。これはいい傾向というかホームランが出てるところなんですか。そうですね、やっぱ1本出てくれると気持ち的にも楽ですし、その、まあ、ホームランの打ち方っていうか感覚っていうのがね戻ってくると思うんで、はい、まあ、今後につながるかなと思います。あのダイヤモンド一周して、はい、あのベンチ前ではホームランパフォーマンスもありましたけど、はい、あれは、いやあれはもう何ですかね、思いつきというか、思いつき、まあ、オープン戦とかでこうなんかウォーカーとかがウォーカー選手やってるのを見てちょっと真似してみようっていう感じで、はい、なんか別に深い意味はないんですけど可愛かったんだね、ウォーカーが。これからはどうしましょう、またその時のどうしますかね、降りてくるものでそうですね、はい、じゃあそこもちょっと期待していただければというところですね、はい、あの移籍して1軍での1ヶ月、はい、試合が続いてますけど、チームの雰囲気どう見てますか、まあ、昨年を知らないので、どうか分からないんですけど、まあ、今年は非常に滑り出し良かったですし、まあ、今はちょっと落ちちゃってますけど、はい、まあ、いい雰囲気ではできていると思います、はい、まあ、負けを、ね、こう引きずってずるずるいかないようにっていうのは、うん、はい、気をつけていきたいと思います。なんかそういうところではこう勝ち方を知るようなチームでいた上林選手の存在も大きいのかなと思うんですけど、ね、はい、そうですね、まあ、まあ中田さん含めてそういう経験がある選手が、まあ、引っ張っていけたらいいのかなと思います。あの練習中とか大島選手とちょっと意見交換してたりっていう姿も見ますけど、はい、どういう存在ですか。いやもう洋平さんは2000本打ってますし、やっぱヒットを打つっていうことに関してはねとても優れた方なんで、まあ、長打どうこう抜きにして普通にこう気になるというか、うん、はい、まあ、やっぱ迷った時には聞きたくなるような存在というか、ね、なるほど、まあ、何回かどうしたらいいですかねっていう話はさせてもらったんですけど、はい、こうポジションを争う相手でもありつつ、はい、こう頼りにできるような先輩であったりっていう、もう大先輩なんで、はい、もう頼りにしてます。逆にこう聞かれる立場も後輩も多いですけど、チーム、いやーどうなんですかね、今の自分に聞いてくるっていうのはなかなかないと思いますけど、はい、もっと聞かれるような存在になっていきたいですね。あの新応援歌で後押ししてくれるドラゴンズファンの皆さんに最後メッセージいただけますか。はい、新応援新というか応援歌とても気に入ってますありがとうございます非常にかっこいいと思ってます、はい、そうですね、応援歌をたくさん、流してもらえるように、毎試合出れるように、練習からしっかりやっていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、明日からもよろしくお願いします。よろしくお願いします。
ドアラの人形はちょっと困惑されてました。ああいうのが初めてだったんで、ああどうしたらいいんだろうって。ああ、はい、ちょっと投げ込むかどうかこう。ああそうですね、昔は投げ込んでるの見たことありますし、どうしたらいいのかなって。はい、あの一体一匹目というか、ドアラ一匹目ですか。あれもらえるんですか。あの、はい、あそうなんですね。じゃあ家に飾ってきます。ホームラン打つと、あのサイズがもらえて、はい、ヒーローになるとまたもう一匹、ね、もらえるというところなんですけど。じゃあ家をドアラだらけにね、できるように頑張ります。